ユニバーにようこそ。本日はですね、待望のマリオワールドに行ってまいります。マリオワールドはですね、正式な名称はスーパーニンテンドーワールドと申します。でもですね、ちょっと呼びにくいので、もう私はマリオワールドと呼んでいます。マリオワールドはこのウォーターワールドの右横のこの新しくできました通路、これを、どん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 先に進んでいきます。で、今はですね、整理券方式になっておりまして、あまり人が多いですね、整理券を発行いたしまして入ることができます。その整理券はですね、中央のアトラクション広場ですね、あの1960年代の車が並んでいるあのコカ・コーラのあそこの、裏側、池側の右側に、ATM のように発券機が並んでおります。係の人が多くいてはりますので、すぐに分かります。で、すぐに発行していただきます。私の場合はこの日は1時間ぐらいの待ち時間でございました。で、今あの屋根みたいな小さなあのテントみたいなのが見えてきたのは、あそこで整理券を渡します。で、確認していただいて中に入るという形式でございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。整理券の方こちらでもチェックしてください。皆さんでヒアウィね、お分かりになったでしょうかね。今、なんとかおーっとしてるんですね。で、これがね、なかなか楽しそうやったんですけども、僕もね、ちょっとドキドキしながらね、おーとか言うかと思ってましたら、はいどうぞとか言われましてですね、あの、通されてしまったんです。ちょっと残念。で、今左側に見えましたですね、腕時計をするようなリストバンドが売ってございます。これが大切。これを一回買っていただいてですね、このマリオワールドに入っていきます。そうしますとですね、至る所にこのレンガに仕掛けがございます。で、あの、目立ったやつも目立たないやつも、レンガをよく見ておいてください。マークがついてたり、上にあったりといろいろします。これも私、あの、時間がなかったように知りませんけども、なんか並んでて、こういう、記念撮影以外でもあのリストバンドが反動する仕掛けがあるのだと思います。で、この土管の中を、緑の土管の中をこうやって進んでいきます。これがですね、なかなかすごい演出、ワクワク感がすごいですね。あのハリーポッターの森なんかとはちょっと比較になりません。で、この先が、ここまでがね、先が見えないんですね。で、こっからちょっと曲がったら、はい、これからがマリオワールドの世界です。はい、素晴らしい世界です。あ、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。そしてですね、リストバンドはですね、もう一回買いますと次の日というか次回も使えますので、なくさないようにお願いいたします。今下に見えておりますのが1階の広場でございます。で、真ん中にですね、中央にアトラクションを行う場面がございます。本日はですね、どうもこれはもうお披露目ですね。この後はですね、
お客様と写真撮影を主にしておりました。でこれからいろんな、季節においてアトラクションがあるのだと思います。でこの、1階に降りてまいりまして右側に行きますとですね、これがギフト売り場なんですね。グッズ売り場なんです。まず入っていきますけども、もうこの日はですね大変な人でございました。でここの模様は次回にご覧いただきます。これはですね代表的な、この開園に伴った新しく出た2つのグッズシャツでございます。でこれはもう出口の方に参りました。で、先ほど のマリオ以外にもですね、いろんなキャラクターが出迎えてくれます。この日はですね、僕はラッキーやったんです。と言いますと、僕ね、このね、キャラクターが好きなんですよ。このね、キノピオって言うんですね。ピノキオじゃないですよ。キノピオ。かわいいんですよ。で、これね、シェフのキノピオとかね、何種類かあるんです。でこのアラビアナイトみたいな格好が一番かわいいかな。はい。僕ね、あのキャラクターがね、大変好きなんです。マリオは長いですからね、もうフラワーとかですね、星一つにしたって、キャラクター化しております。で、これは向かって右側ですね、これはゆっくりとした乗り物で、乗り物はですね、マリオワールドは2つでございます。で、この左側にはですね、これですね、このお城の中に入っていくシングルマシーンでしたかね。こっち側は速い乗り物です。で、確かね立体メガネなんかかけてね、ハリーポッターみたいな世界ですね。こっち側はねのんびりした乗り物です。どっちかというと幼稚園ぐらいのお子さんを連れていく乗り物でございます。でこれ以外にね面白いアトラクションは先ほどのリフトバンドがね役に立ちまして、あらゆるところで、そこに金貨が落ちるような仕掛けになっております。ちょっとね今日はねおっちゃんこれずっと言いながらね思ったんですけどね、もう高校生ぐらいのね初めてのデートにはですねもってこいですね。明るいですしね。で我を忘れてですね男子は頑張ってここで金貨を稼ぐわけです。その彼女と一緒にね、これ今ねこうやってね遊んでるわけですよね。なんかぐるぐる回してるでしょ。でぐる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 回したら緑のどっかなんか出てきた、これキノコが出てきた、でカチンとか言ってですねリストバンドにお金が貯まるみたいな仕掛けなんですね。これをねしょうもないことですけどね、彼女としては楽しいんですよ。でまたね結構ね待ち時間もね1時間ぐらいありますからね、その間にこういうのを楽しむと。そしてですねそういう時はねバカにならなきません。なんも照れてたあきません。キャッキャーキャッキャー言うてね楽しんだらいいんですよ。そして右側の優しい乗り物をラストにするみたいな展開がいいですね。でその時にですね降りた時にですね、必
彼女に聞くわけですね。楽しかった？だから彼女がうんとかです。もうこれで大丈夫。もうこれでもう恋は達成です。で、その後こうやって帰り道に、名残惜しみながらですね、できたら男子は勇気を出してね、手を握るんです。で、この時が一番肝心です。手を握った時に、手をギュッと握り返してきたら、もう絶対間違いない。もうこれは対象がくぶくり保証します。で、その時に、握り返してこなかったら、その日は諦めましょう。まあ、シャイな女の子もいますからね、次でも握り返さない場合もあるんですけどね、突然で。でもね、その日はもうダメです。はい。また次回、こうご期待ですね。はい。で、握り返してきたら、もう大丈夫。もうその日告白しましょう。はい。行動に移しましょう。まあ、そのような妄想にふけっておりますと、ほんまにふけってまいりました。この日はこれで失礼いたします。新しい世界ですから、これからも何回か行きまして、で、あのグッズ売り場飛ばしましたんで、次回はグッズ売り場を多く紹介したいと思います。でですね、自分でも、でも私はもう60歳ですからね、無理かな、無理かもしれません。体型でけえから、あ、ここら辺で必ず振り返る。名残惜しいものでございます。というわけで今日はこの辺で失礼いたします。ではまた。